んにちは、デント2025000です。今回はN ゲージ始めて30年の記念動画、この第2弾として今回は記念動画第2弾です。まあ現在ここに並んでいる通り、現在所有している N ゲージの全て、まあ N ゲージもほんの全部が全部じゃないけど、ほんの一部の主力車両、まあ地元、まあ関西や広島、北海道、名古屋地域を走る車両もあるけど、まあ地元を走る東急や小田急をメインに、南武線や横浜線、まあ常磐線も地元のようなものです。のでまあ主力車両をバッと簡単に並べてるっていう感じです。1990年のクリスマスにアーバンダイナーを買ってもらい、今もうまあ全部が全部じゃないけど、これだけの車両が所有してるっていう感じ、現在そういう感じです。アーバンダイナーから始まって、その後トミックスの小型地で機関車を買ってもらって、30年前、1990年のクリスマスにアーバンダイナーから買ってもらって、ブルートレインの14系や小型地で機関車を買ってもらって、そして211を買ってもらって、その1990年のクリスマスにトミックスのナイタ XS253 を買ってもらって、で92年には 300系 新幹線、93年にはブルートレイン、京葉線の200系、あと91年には京葉6000や小田急9000型も買ってもらって、まあもうこれ今もう持ってこれらは持ってないけど、これらの全て、まあこれだけ仲間が、まあ京急もあれば、まあこれだけ、まあ全部ほんの一部のこれらの車両が集まった、まあ今もアーバンダイナーは今は現車は持ってないけど、もう動力車だけ残ってんですよ、この近鉄5800で。もうこの動力ユニットが残ってるっていう感じですね。これがもうこの台車だって、もう特にこの台車はもう30年の歴史をずっと、これらの車両をずっと眺めてるっていう感じで、というという感じ。まあ近鉄5800も現在ご覧の通り持ってるっていう感じですね。清水メガネのラッピング、まあ塩は大阪線塩だけど、もう名古屋線塩にしてるっていう感じです。まあ今後もまた改造も加えるかなっていう感じ。やっぱり地元を走る田園都市線としては、この5000系やっぱりもう うちにとってはもう地元の、ね、地元、あと田園都市線、あと横浜線も、うん、横浜線も地元の、まあ実家を走る地元、やっぱり田園都市線2020も加藤で製品化してほしいという気持ちは強いです。まあこれからも今月には子供の国線の Y00系 4両と、来月には京成3108両と、で3月には E261 サビールオトリコも入ってく
もう入選してくる予定ですので、まあ加藤、サビロトリコが加藤が唯一かな、という感じ。まあこれからも順次、NH、これがもう、まあ、明日、トミーテックが新商品発表ですので、まあ、その都度これからもご案内したいと思います。まあ、地元の、まあ、最近買ったばかりとしては、環状線、大阪環状線の3人さんと並べて、これで終わりたいと思います。これは、さようなら。記念動画第2弾。これからもうちの N ゲージもこれからよろしくお願いします。それではさようなら。